こんにちは、浜地先生です。今日の動画はカリグラフィー何から始めるです。2つの書体をピックアップし、全く初めてさんにおすすめの書体と動画を解説します。というのもカリグラフィーは2000年以上の長い歴史があるので、たくさんの書体があるんですよね。道具を選ぶのもネットの情報の海で溺れてしまわないようにアドバイスしますよ。一つ目のおすすめ書体はアンシャル体。アンシャル体は2世紀から3世紀頃にでき、歴史をひしひしと感じられます。初めてさんに嬉しい特徴が2つ。大文字書体なのですぐ終わる。複雑なペンの動きがないです。ということで、アンシャル体をカリグラフィー一つ目の書体にしてみてはいかがでしょうか。特徴的な文字 O をまず書いてみます。左にカーブ、右にカーブ、つなぎ目細く、左右ゆったりです。アンシャル体の O が綺麗に書けたら、 C、E、D、G、H、O、P、Q、T など似た文字がうまく書けるようになります。なんと効率的なんでしょうか。アンシャル体に使うペンのおすすめはアメリカのスピードボール社のもの。アンシャル体は幅のあるペン先を使うのですが、スピードボール社のペン先はインクがよく出て書きやすいんですね。スピードボールの公式サイトです。大変に似たペンがあるので確認します。上から ABC の3種類あって、アンシャル体など多くの伝統的な書体が書けるのは先端の平らな C シリーズです。ペン先とペン軸を合わせて購入しても数百円から、1000円程度で買えるのではないかと思います。付けペンちょっと難しそうと思う方はマーカーで書くこともできます。あまり種類はないのですが、カリグラフィー3やジグ、カリグラフィー2などあります。付けペンよりしなりがないので固めですが、気軽にできるのがいいところ。2つ目のカリグラフィー、はじめつさんにおすすめ書体はモダンカリグラフィー。流行りを意識したい方におすすめです。近年世界中で人気が高まっています。決まった形はないのでお気に入りの見本を見つけましょう。アレンジも多彩で魅力的。モダンカリグラフィーからやりたいという方も多いですよね。モダンカリグラフィーの特徴を見ていきます。ペン先に筆圧を入れて太さと細さを出します。平らなペン先ではなく尖ったペン先です。つなげて書く書体なので、このようにつなげて練習すると良いですね。モダンカリグラフィーはいろいろな種類がありますが、今回は丸みのあるスタイルで、文字の傾斜や文字のサイズが不揃いなので動きがあってポップな印象。カードに使えるメッセージなど書けるようになったら楽しいですよね。くるくるとしたアレンジも気軽につけられるのも魅力の一つです。道具を具体的に見てみると、先の尖ったペン先、ポインティットペンと言います。形の変わった軸、オブリークホルダーの組み合わせで書きます。アンシャル体の時にもおすすめしたスピードボール社でモダンカリグラフィーが書けるペンも販売されています。実際には Amazon やお店で購入すると思いますが、メーカーのサイトを見るとラインナップや正しい呼び方がわかります。ポインティットペンは何種類もありますが、初めてさんにはシャープ101インペリアルアーティストがよく勧められます。ホルダーはまっすぐでもいいですが、曲がったオブリークホルダーで書いてみましょう。スピードボール社のものっていうのは手に入りやすいし、プラスチックなのでお安いので、意外と初めての方におすすめなんですよ。ポインティットペンは摩耗しやすいので、何本かスペアを用意しておくと良いでしょう。ペン先ペン軸のセットで、やはり数百円から千円ちょっとで買えるのではないかと思います。もっと気楽にモダンカリグラフィーを始めたいなら、筆ペンがグッド。付けペンと同じように筆ペンも太さと細さの差を出しておしゃれなモダンカリグラフィーが書けます。また太さと細さの差がなくていいのでしたら、ガラスペンや万年筆でもグッドです。やりたいカリグラフィーと道具が分かったところで、大切なことをお伝えします。アルファベット見本とガイドシート、これを揃えることがとても大切です。ネットで無料でアルファベット見本とガイドシート両方手に入ることは少ないと思いますので、どんな方法があるのか解説します。一番手っ取り早いのはリアルな教室に行って、道具、アルファベット見本、ガイドシート全部一遍に手に入れることです。これは迷うことがないのでとっても楽ちん。
一つの書体をリアルな教室に行って先生に直接教えてもらうなんて贅沢ですよね。もちろんオンラインレッスンでも全てのアルファベット見本を最初から配布してくれるところもあると思うので、それは確認してみましょう。リアルな教室でもオンラインでも体験っていうのはなかなか全部のアルファベット手に入ること少ないと思いますので気をつけましょう。例えば浜根先生のオンラインレッスンでは体験では体験用のテキストしかお配りしていませんが、1日集中教室、定期教室では最初から見本を全てお渡ししています。やる気のある方は最初からアルファベット見本が手に入るように教室を利用するのがいいですね。本というのもなかなかいい手段です。本によっては何種類もの見本が載っています。書きたい書体があれば最初から探しますし、書きたい書体が何だかわからない時も本であれば見てから考えることができますね。輸入本などは見本だけが載っていてガイドシートがないことがほとんどですので、自分で作る必要があります。また見本も小さく掲載されていますので、自分の書きたいペン先に合わせて見本を拡大するなど一工夫すると良いでしょう。最近出た本ならば、原寸で見本が載ってたり、一緒に使えるガイドシートが載ってたり、さらには QR コードからアルファベット見本、単語見本、ガイドシートなどいろいろダウンロードできるようになっているので、こちらも要チェックです。またアルファベット見本とガイドシートを手に入れる変わり技といえば、エッツィなどのネットショップから海外のアーティストのページを見て、海外のカリグラファーからアルファベットとガイドシートのデータを購入するという手もあります。道具、アルファベット見本、ガイドシートが手に入ったら練習計画もぜひ立ててみましょう。カリグラフィーマスターへの道は、基本線、小文字、大文字、単語、文章、作品という流れが良いでしょう。特に付けペンを選んだ方は、文字に入る前に基本線で直線、カーブなどうまく書けるように練習してからアルファベットに入ると効率的です。いきなり難しいアレンジからチャレンジすると挫折する原因になりますので、アナログ手書きはできるだけハードルを低くスタートします。独学でカリグラフィーをマスターする練習法の動画もありますので、上のカードから動画に飛んでみてください。うまくなるのに大切なのは一気にやることではなくて、ゆっくり長く確実に文字を書いていくことです。動画いかがでしたか？カリグラフィーは大人の皆さんの知的好奇心を満たしてくれるとっても素敵な習い事。伝統的な文字から始めてもよし。今流行りのカリグラフィーから始めてもよし。気軽にトライしてみてくださいね。宣伝になりますが、浜根先生関連のグッズをご紹介します。道具とテキストが一気に手に入るカリグラフィーレッスンプログラム、モダンカリグラフィープログラム、こちらは独学で練習できます。最初から独学が不安という方は、スター化の教室、お名前レッスンや1日集中教室、定期レッスンなどいろいろありますので、ご都合に合わせて申し込んでみてください。またネットショップではカリグラフィーレッスン動画が6種類ありますので、こちらも一緒にお役立てくださいね。筆ペンでモダンカリグラフィーの本は2種類。筆ペンで綴る初めてのモダンカリグラフィー。憧れの素敵アート文字をなぞって上達、モダンカリグラフィー練習帳。最新の本はガラスペンで楽しむきらめきインクブック、なぞり書きカリグラフィーセットです。なんだかたくさんになってしまいましたが、どれか一つはきっとあなたの心にぴったりフィットすることでしょう。それでは次回の手書き動画でもお目にかかりましょう。さようなら。